はい、も牛先生こと加藤颯平です。今回もですね、t o e i c 700点レベルの単語を10個学んでいきましょう。まずですね、10単語全部バーッとここでね、出していきますので、意味わかるかなーってチェックしてみてください。それではいきます。Variety.Variety.Merchandise.Merchandise.Retailer.Retailer.Tenant.Tenant.Inform.Inspire.Inspire.Disappointing.Disappointing.Frequently. Inform, Inform Insp ire, Insp ire, frequently examine、Fre、examine Ex、considerable、considerable。はい、どうだったでしょうか全部パッとね、意味わかりましたかね今回はこの十単語を、えー、例文の中で確認をしていきます。それではね、早速一単語目からいきましょう。一単語目はこれです。Variety、Variety はい、この単語の意味ね、わかりますかね ここからはですね単語をですね例文と一緒に確認していくんですがまずはですね例文音声を2回流しますその間にこの単語の意味分かるかなってチェックしてみてかつですね、えっと、例文の意味も取れるかなってチェックしてみるといいかなと思いますねそれでは音声をですね流しますので聞いてみましょう Even though the shop only sells neckties it has a wide variety of colors to choose from はい。この variety なんですけど、ま、あそのまま variety ですね。ま、あ多種多様みたいな意味なんですけど、ここではですね、a variety of っていう形が使われていて、ま、あよくね、wide もつくんですけど、a variety of 何々で様々なですね。はい。って感じなんですが、英文全体の意味としては、even though 何々なんですけどですね。何々ではあるが、えー、この店はですね、only sales 売ってるだけなんですが、ネクタイを。なんだけど、it has a これ it っていうのはこれお店のことですね。えっ、ー、と、そのお店には、えー、a wide variety of ま、あこれ幅広いですね。幅広い 色があるんですよ to choose from まあ、その中から選べるってことですね。まあ、なのでその店はネクタイを販売しているだけなのですが色の選択肢が幅広いですくらいの意味になります。はい OK でしょうかこんな感じでですね残りの9単語もチェックしていきます。それではですね2単語目いきましょう2単語目はこれです。 Merchandise. The store offers a wide variety of merchandise, including clothing, electronics, and home goods. The store offers a wide variety of merchandise, including clothing, electronics, and home goods. はい、この merchandise っていうのはですね、商品っていう意味があります。まあ、なので、えー、そのお店はオファー提供してますよ、a wide variety of また出てきましたね。えっ、ー、と、幅広い商品をですね。で、including ってのはよくこういう風に使われるんですけど、何々を含んでっていう言い方ですね。えっ、ー、と、clothing、まあ、衣類、ま、あ服とか、electronics、えー、電子機器とか、ホームグ d ズ、ま、あ家の品々ですかね。を含んだ、ま、あいろんな商品売ってますよってことですね。まあ、なので、そのお店は衣類、電子機器、家庭用品を含む幅広い いいまますすすすす意味になります clothing, clothing, ははい、は、OK ね、ではでつ目の単語はこれででで、er. er. はいね、かかかねねねね次のののの単単単語語語行きつ目ここれこれもですね、例文を聞きながらですね、意味考えてみましょう。それでは音声を流していきます。 their wide variety of affordable furniture makes them the leading retailer in home furnishing their wide variety of affordable furniture makes them the leading retailer in home furnishing はい、この retailer なんですけれども、小売業者とか小売店っていう意味があります。ちなみにこれに対して卸売業者のことは w h o l e s l e r なんて言ったりしますね。これも余裕があれば覚えておくといいかなと思います。で、文全体の意味を見ていくと、まず there。あ、この there はここ文脈がないんで、いきなり there だとちょっとまあちょっとなんだってなるかもしれないんですけど、あの、お店とかを指すときにあの there とか they とかいうことがあるんですね。まあなので、ここでは、えっ、ー、と、そのお店のぐらいでいいですね。はい、そのお店の幅広いアフォー f ブルフ i ニチュ e あ、そう、アフォー b ブルっていうのはですね、 手頃な価格のっていう意味なんですけど、これもともとアフロード、まあ、can afford でよく使うんですけど、can't afford 何々を買う余裕がないとか、えっ、ー、と、can afford 何々を買う余裕があるみたいに使われる、えっ、ー、と、単語ですね、アフロードね。で、それにアブ e がついて、なんかこう、買う余裕があ,れあるぐらいの手頃な価格のっていう意味の、えっ、ー、と、単語ですね、これね。ちょっと話がそれちゃったんで、もう一回戻ると、まあ、そのお店の幅広い、えっ、ー、と、手頃な価格の家具が、ここまでが主語です。makes them the leading retailer. ここ 彼ら、彼らっていうか、そのお店ですね。それらを、それらじゃない、えっと、そのお店を、the leading retailer にしてますよっていう形ですね。メイク A、B。A を B にするっていう形です。で、リーディングがトップので、トップ小売業者にしてますよ。in home furnishing。まあ、家の家具においてってことですね。まあ、なので、その幅広くお手頃な家具が彼らを家具業界におけるトップ小売業者、たらしめていますっていう意味になります。 Their wide variety of affordable furniture makes them the leading retailer in home furnishing. Their wide variety of affordable furniture makes them the leading retailer in home furnishing. Tenant. Tenant. Many of the tenants complained to the landlord that the hot water wasn't working in their apartments. Working in their apartments. はいこのテナントっていうのは、まあ、日本語でもテナントって言ったりしますけど入居者のことですね。まあ、日本語でテナントって言うとひょっとしたらお店とかのイメージが強いかもしれないんですけどなんか街中とかね歩いててテナント募集ってなってるとなんかお店が入りそうな感じがするんですけど普通に住む人たちまあ僕たち僕たちっていうかまあ一般人なんか住みに行く時にも入居者っていう意味でもこのテナントね使われますね。 で、えっ、ー、とですね、テナントの多く、えっ、ー、と、入居者の多くの人がコンプ i イン d 不平を言いましたようですね。ちなみに、コンプ a インは、ここでは、コンプ o イン e l ザ・ラン l ロード、トゥ、トゥが使われて,なんて、なんて言うんだろう。あの、この人にえー、と不平を言いますよ。で、ザット SV、もしくは、アバウト何々、何々についてっていう形で続くことが多いですね。まあ、なんですけど、まあ、テナントの、えっ、ー、と、まあ、入居者のえー、と多くは不平を言いましたよう。えー、ランドロード、大家さんに that、ザット、ザット以下のことを、え、ザ・ h ッ t ウォー e ー、えっ、ー、と、お湯ですね。お湯が、wasn't Working, これ work っていうのはなんかうまく働くとかなんでまあお湯がうまくいってないんですお湯がうまくいっても、まあ、お湯が出てこないとかそういうことだと思うんですけどお湯がうまくいってないんです in their apartments, 自分たちのこの t h e r っていうのはテナントたちのことですねえっと入居者たちのえっとアパートメントの中でってことですねまあ、なのでアパートでお湯が使えないと入居者の多くがその大家に苦情を訴えましたという意味になります Many of the tenants complained to the landlord that the hot water wasn't working in their apartments Many of the tenants complained to the landlord that the hot water wasn't working in their apartments. Inform. Inform. The landlord put up a notice in the lobby to inform tenants about the elevator maintenance. The landlord put up a notice in the lobby to inform tenants about the elevator maintenance. はい、この inform っていうのはですね、えーと、知らせるっていう意味です。で、ここでポイントなんですけど、この後ろに inform tenants、入居者たちに知らせるってなってますね。こういうふうに inform の直後、まあ目的語には人が来ます。で、後ろに inform 人 o ブ何々、何々について知らせるとか、っと inform 人 about 何々とか。 インフォーム、ヒト、ザット、SV とか、まあ、こういう内容を知らせるみたいな形で続くことが多いですね。まあ、インフォームの後に、えっ、ー、と、人間、人間というか、まあ、知らせる相手が来るんだなっていうのは結構重要ですね。で、ちなみに、ここでは、ーティファイっていう、ノーティファイっていうちょっと難しめの単語もあるんですけど、これも同じ意味で知らせるっていう意味です。で、しかも、なんか、inform とね、同じ使い方するんですよ。あの、ノーティファイヒト、オブとか、ノーティファイヒト、アバウトとか、ノーティファイヒト、ザットっていう形で、まあ、全部いけるんですけど、まあ、これもね、あの、すごく似た単語なので覚えておくといいかなと思います。ちなみに、このノーティファイをここに入れてもね、この文 の意味としては通じますね、まあ、なんで、すけど、えーとまあ、文全体の意味を見ていきます、ね、で The landlord、大、え、家、ー、さんはプラップ、掲示しましたよ、貼、えー、り出しましたようですね。a notice、えー、お知らせをです。in the lobby、ロビーの中に。to inform tenants、テナントに知らせるために、about the elevator maintenance。えー、とエレベーターメンテナンスについて知らせるためにってことですね。まあ、なので、その大家はエレベーターのメンテナンスについて入居者に知らせるために、ロビーにお知らせを貼り出しましたという意味になります。 はい、これで前半5つね、ね。単語終わりました、ね、はい、それでは後半もね、頑張ってやっていきましょう。6つ目の単語はこれです。Inspire Insp。はい、この単語の意味ね、わかりますかね。例文の中で確認をしていきましょう。 i felt like i had no energy but hearing the cheers from the crowd inspired me to not give up and finish the race i felt like i had no energy but hearing the cheers from the crowd inspired me to not give up and finish the race はい。この inspire っていうのはですね。ま、あ日本語でも inspire なんてね、言葉ありますけど、ありますというか、ま、あ最近使われるようになってきたかもしれないんですけど、鼓舞するとか奮い立たせるとか、なんか刺激して何か行動を起こさせるみたいな感じで使われます。で、ま、あよく inspire o l to d o o が何々するように奮い立たせるっていう形で使われますね。ここもそうなってますね。inspired me to 何々ですね。はい。なんですけど、えっ、ー、と、I felt like I had no energy. 私は感じたんです。こんな感じで。私にはエナジーがないように感じたんだけれども、but だけれども、hearing the Cheers from the crowd the from ここが主語ですね。えっと、クラウド、まあまあ、群衆からの Cheers 声援を聞いたことが inspired me、私に、えっと、何々することをように奮い立たせましたよ。Not give up。えっとまあ、えっと、ギブアップしないように、諦めないように。And finish the race。そして finish the race するようにですね。Finish は終えるなんで、レースを終えるってことなんで、まあ、レース走りきるみたいな感じですね、まあ。なので、もう力が残ってないとは思っていたのですが、観客からの声援を聞いたことが諦めず、感想する 私を奮い立たせてくれましたっていう、まあ、そんな感じの意味になります。I felt like I had no energy, but hearing the cheers from the crowd inspired me to not give up and finish the race. はい、それでは次の単語に行きましょう。えー、7つ目の単語はこれです。Disappointing. Dis はい、この単語の意味分かりますかね、えー、例文の中で確認をしていきます。Despite all of our hard work, It was disappointing to not reach the month's sales goals. Despite all of our hard work, it was disappointing to not reach the month's sales goals. はい、この disappointing っていうのはですね、えっ、ー、と、がっかりなとか残念なっていう意味ですね。で、これは disappoint っていう、えー、動詞と一緒に覚えておきたいですね。disappoint 誰々で、誰々をがっかりさせるっていう意味です。まあ、なので、がっかりさせる。まあ、人をがっかりさせるようなっていうのが disappointing ですね。で、ちなみにこれが受け身というか、まあまあ、あま、ああの、過去分詞になると逆にがっかりさせられるっていうことで、例えば、I'm disappointed っていうと、私はがっかりしまし、がっかりしていますか。がっかりしていますみたいな、がっかりですね、みたいな感じの言い方になりますのでね。えっ、ー、と、こういうふうに覚えておくといいかなと思います。 思いますが、まあ、ディサポインティングはがっかりなとか残念な何かってことですね。で、えー、とディスパイト何々にもかかわらず、私たちがの、えー、と一生懸命働いたすべてにもかかわらず、えっ、ー、と、イルワズディサポインティングト o っていうのは、ここは、えー、とがっかりでしたね、ト o 以降がです。Not reach the month's sales goals。えっ、ー、と、まあ今月というか、まあ、月の sales goals、えっと、売り上げ目標を達成しなかったのは残念ですねってことです。まあ、なので、 健明の努力にもかかわらず月間売上目標を達成できなかったのは残念でしたというくらいの意味になります。はい、OK ですかね。それでは次に行きます。8単語目はこれですね。Fre quently. Fre quently. はい、この単語の意味ね、わかるでしょうか。例文聞きながらね、意味考えてみましょう。それでは音声を流していきます。 since it's the rainy season now i have been frequently taking the train to work since it's the rainy season now i have been frequently taking the train to work はい。この frequently っていうのはですね、しばしばとか頻繁にっていう意味ですね。なんかオーフンみたいな意味ですよね。で、この frequently はついでに覚えておきたいのが frequent とかですかね。A、frequent customer これは頻繁ななので、頻繁なお客さんだから常連客みたいな感じですね。まあ頻繁に来てくれるお客さんのことです。あとは、これ実は frequent って今度はあのアクセントが後ろに行くんですけど frequent store みたいな感じで店に頻繁に行く。頻繁に行くっていう意味でも使われます。まあ全体的に頻繁なっていう感じですよね。で frequently はしばしばとか頻繁にっていう意味です。えー Since it's the rainy season now, ima wa rainy season ma uki desu ma tsuyu Uki I have been frequently taking the train to work. Ma shigoto ba made de yotte koto ne. Ma ima uki de no imi ni Since it's the rainy season now, I have been frequently taking the train to work. Since it's the rainy season now, I have been frequently taking the train to work. はい、オッケーでしょうか。ではですね、次に行きます。えー、残り二単語ですね。九単語目はこれです。Examine.Examine Ex。はい、この単語の意味ね、わかりますかね、えー。例文の中で確認をしていきます。Before buying the building, we had an inspector examine it to assess the condition.Before buying the building, we had an inspector examine it to assess the condition. はい、この examine っていうのはですね、えっ、ー、と、調べるとか検査するとか調査するっていう意味ですね。まあなんですけど、よくですね、これパート1で出てくるんですね。A man is examining some merchandise なんて言ったりしますけど、男の人が、えっ、ー、と、examining まあよくじっくり見てますよ、えっ、ー、と、merchandise 商品をみたいな感じで、あの、使われることがありますね。扱われるというかそういう写真が出てくることがありますね。はい、まあなんですけど、えっ、ー、と、before buying the building その建物を買う前に、we had an inspector examine it この it は building のことで、えー、とこれは have 人を動詞の原型で人に何々させるとかしてもらうってことですね。Inspector、まあ、検査官とか調査員に、えー、とチェックチェックというか、まあ、調べてもらいましたよ、そのビルディングを。to assess the condition、えー、状態を評価する、査定するためにってことですね。まあ、なので、その建物を購入する前に調査員に状態を評価するため、調べてもらいました。くらいの意味になります。Before buying the building, we had an inspector examine it to assess the condition. Before buying the building, we had an inspector examine it to assess the condition. 是OKでしょうか。それではですね、最後行きましょう。十単語目はこれです。Considerable, considerable. considerable. はい、この単語の意味ねわかりますかね。英例文の中でね確認をしていきます。The company experienced a considerable increase in profits last quarter. The company experienced a considerable increase in profits last quarter. はい、この considerable っていうのはですね、えっと、かなりのとか相当なっていう意味なんですよね。で、ちなみにこれ、consider が考慮するとか検討するじゃないですか。で、これに a b l e がついたらなんでかなりの相当なっていう意味になるかっていう、まあ、どうやって覚えるかなんですけど、まあ、このまま覚えてもいいんですけどね。まあ、なんですけど、えっと、検討できるというか、まあ、検討に上げてもいいぐらいの、なんか検討してやってもいい、検討する価値があるくらいの、かなりのとか相当なっていう意味になっております。で、文の意味を見ていくと、その会社は experienced、えー、経験しましたよ、えっと、かなりの増加を in profit 利益の増加をですね、last quarter、えっと、前の四半期でってことなんで、その会社は直近の四半期に利益の相当な増加を経験しましたという意味になります。The company experienced a considerable increase in profits last quarter. はい、これで10単語終わりましたね。 えー、お疲れ様でした。えー、今回のね、十単語全部わかりましたかね。例文の意味も分かりましたかね。えっ、ー、と、もしね、難しかったなって思ったところがあったら、ぜひですね、えっ、ー、と、ちょっと戻ってですね、えー、復習していただくといいかなと思います。なんとかね、えっ、ー、と、例文音声聞いてみるだけでもだいぶ違うかなと思いますね。 というところで今回の、えー、動画は以上になります。が、えー、最後にお知らせです。僕は現在ですね、えー、と、モ牛先生のメールマガというメールマガジンを配信しています。このメールマガジンは、えっ、ー、と、リーディング力をアップしたいという方向けに、英語長文の解説動画を、えー、と、配信してる。月に2回ですね、配信しているものです。えー、興味がある方はこの動画の概要欄にリンク貼ってますので、よければ見てみてください。それでは今回の動画は以上になります。今回の動画が役になっていれば幸いです。それでは引き続き、えー、語学習ね、頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。